高句麗古墳群は朝鮮民主主義、人民共和国平安市、平安南道、高海南道に所在する高句麗後期の古墳群の登録名。2004年7月、ユネスコ世界遺産委員会葬集会議で、中華人民共和国吉林省集安市に所在する高句麗前期の遺跡とともに、世界遺産登録された。朝鮮民主主義人民共和国としては、最初の世界遺産登録である。 今回の登録では、高ウクの王、王族、貴族の奮母63基が指定された。その多くは、当時の高ウクの文化や風俗を生き生きと伝える壁画古墳である。朝鮮の主な高ウク壁画古墳には、安楽三号墳、徳京里古墳、修山里古墳、高生大墓などがあるが、これらの古墳壁画の中には、アスカ村の高松塚古墳壁画との関連を、 指摘されるものもある。また、韓国起源説でよく根拠として持ち出され、インターネット上で万能壁画と揶揄される主白図は暗楽三号分に描かれた壁画である。当初、2003年には登録される見込みであったが、当時の中日中国大使の武大位から登録の引き延ばしと同時登録を要請された画家の平山育夫が中朝両国の仲介を行った。 その経緯で、両遺跡は2004年の同時登録という形になった。北朝鮮と中国の間に、高栗地区の領土問題が存在することが改めて認知された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。